ではローカル化について話をさせていただきたいと思います。一般に英語ではローカリゼーションというふうに言うんですけども、経済のローカル化とか、地産地消という言葉もよく使われますね。要するに、経済の営みを地域レベルで行っていくということですね。でこれはグローバリゼーションに対抗する動きとして、今世界中で起きているムーブメントです。でなぜローカル化が大事なのかという前にですね、まずちょっとグローバリゼーションについてちょっと話したいと思うんですけども、グローバリゼーションというのは実は多くの問題を抱えているんですね。実はグローバル化によって便利な社会がもたらされているというふうに多くの人はこう思っていると思うんですけども、よくよく考えてみると、グローバリゼーションというのは例えば地球温暖化とかですね、戦争とか格差社会とか、本当にさまざまな問題の原因になっていると思うんですね。でまずエネルギーということを考えた時に、例えば国産の野菜を、例えば東京に運ぶのと中国から野菜を運んでくるのでは、当然中国から運んでくる方がエネルギーは余分にかかりますよね。であるいは例えば肉をこう日本国内で、運ぶのとオーストラリアとかアメリカから運んでくるのとでは、当然後者の方がエネルギーはかかるわけですよね。これ普通にこう考えて、当たり前の3歳の子供の分かる話だと思います。でところがですね、実際にはグローバルな貿易をした方がコストがこうかからないというすごく不思議な仕組みになっているということなんですね。これ一つは、実は国境を越える時の燃料代には税金がかからないというシステムになっているために、実際にはこうコストがかからないような状況になっているということがあります。でさらにですね、大量生産、あとこう大規模化した農業によってこう機械を使って効率よく大量に生産するために、一つ一つ その生産コストがこう抑えられているという部分でこう安くなっているという現状があるんですけども、これは実は一種のトリックでして、例えば燃料代に関しては燃料そのものっていうのはやっぱり遠くから運ぶことによってより多く使われているわけですよね。でもう一つはその大量生産によってコストが下がっているわけなんですけども、その大量生産することによって例えば農薬を使わなければならないとか、化学肥料を使わなければならないとか、あとはその土壌がですね、どんどん乾燥してこう砂漠化している問題があるとかですね、本当に長い目で見た時のコストというのは実は非常に高くついていると、このやっぱり現実を理解する必要があると思います。でそういう意味でやはりですね、一番いいのがこう近くでね、取れたものを消費していく、そういう意味での地域の中での地産地消的な形が一番こうコストがかからないやり方だと思います。でもう一つグローバリゼーションの、メリットとして、こう自由競争によってですね、っていうことをよく挙げる人がいるんですけども、でこれは実はこう強いところがですね、どんどん勝っていくというそういう仕組みなんですよね。要するに大企業がどん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 シェアを広げていって、本当に中小企業とかね、そういったところがこう淘汰されていくというそういう状況が生まれてきていると思います。ですので自由競争っていうのは聞こえはいいんですけども、実はごく一部の人が得をして、大多数の人たちがこう損をしていくというそういうシステムだと思います。でその一つの例がフランチャイズですね。これ今当たり前になっています。フランチャイズとしてこう多数の、店舗とかを持ってですね、こう全国的にこう経営していくと、あるいはもう全世界的にですね、お店を広げていくということなんですけども、でもこれもですね、よく考えてみると不思議なのが、本来ならば地元で、1店舗で経営している、そういうお店があるわけですよね。でもところが他の地域からやってきた大きなですね、そのフランチャイズのお店とかがね、来ると地元の結局お店っていうのが競争にやっぱ負けていく、そういうこう状況が今いろんなところでね、起きていると思います。でこれ
自体が実は不公平なシステムというか、本当の意味でのやっぱこう健全な形になっていないと思いますよね。でそういう意味でやはりその本当ならば地域の中でお金が回っていって、ね、地域の、それぞれの、ね、人がこう経営しているお店がねちゃんとこう生活できていく、そういった仕組みをやっぱり取り戻す必要があると思います。で実はですね、このグローバリゼーションっていうのはその私はですね、基本的に健全な形でグローバリゼーションっていうものが進められた場合でも、先ほどのエネルギー効率っていう点から持続可能なシステムではないと思います。でところがですね、今のグローバリゼーションっていうのは健全な状況でも進められていないと、本当にごく一部の人たちがどん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 儲かるようなこう仕組みが作られていっていると。例えば軍需産業とか製薬会社とか穀物メジャーとかですね、そうしたところがみんなこう手を組んでですね、自分たちのところに利益が来るような仕組みをメディアもそうですね、こう全体で作り上げているということなので、健全なグローバリゼーションでも問題があるのに、不健全なグローバリゼーションになっているために大きな問題があるということなんですね。ですのでローカリゼーションというのはそういう不健全な仕組みをなくして元に戻そうと、元のね健全な状態に戻そうという、そういう運動であると言えると思います。で実はですね、本当に地域レベルのね経済活動をすることによって、まあこれから話すこう小規模化っていうことがねできるようになると思うんですけども、で小規模化することによって埋蔵資源を浪費する、まあ、産業形態から、まあ、無尽蔵のこう資源を循環させながら成り立っていく、そういう産業形態ができると思うんですね。でちょっと一つの例として、今まあ、原子力発電のね問題で、まあ、エネルギーについて多くの人がこう考えていると思うんですけども、例えば計画停電っていうのが行われていますよね。でこれ関東全域で行われているんですけども、いろいろ不便ですよね。例えば明日果たしてね計画停電はされるのかされないのか直前までわからなかったりとか、あと本当にこうね本当にいろいろこう不便があると思いますけども、一つの問題はこれ大量にエネルギーを供給するというシステムから来ていると思うんですね。要するに関東全域に電気を供給するという、そのためにその計画停電する場合でも、もう例えば栃木とかね埼玉とか東京とかいろんなところの各地域にこう分けてっていう、なんかすごい面倒くさいことやっていますよね。これ本当は地域レベル、例えばね私今栃木県の下野市というところに住んでるんですけども、下野市の中で発電をして、でその地域だけに供給するシステムがあるならば、こんなに混乱した状況にはならなかったはずなんですね。でそういった小規模な場所だと、例えばじゃあどこに工場があるとか、どこでこう生産、ね、活動が行われているかがすぐ分かるので、じゃあその場所の電力は残しておいて、他のところで例えばこう停電をするとかっていうことももっと簡単にできたはずなんですね。でもこの大規模なこの電力供給システムがあるために、さまざまな混乱が起きているということが言えると思います。そういう意味でもエネルギーの問題一つをとっても地域レベル、そして小規模化することによってさまざまな問題が解決すると思うんですね。まあ、このローカル化なんですけれども、まあ、詳しくはですね、百姓レボリューションの中にですね、本当に詳しく書いてありますので、ぜひそちらをお読みいただければと思います。よろしくお願いします。